猫に微笑みかける、片岡愛之助さん昔からの犬を飼ってたんです、ね、うち、猫は妻が飼ってたんでね、それから猫派になりました <laughs> キャットフードの発表イベントが行われ、妻の藤原紀香さんと、4歳の麻央之く君との3人暮らしについて明かしました。朝、えー、妻と ノリカと二人でお風呂入れて妻は舞台に行き僕はここに来ましたノリカさんと家事を分担する中愛之助さんはマアノスケ君のご飯担当だそうで僕料理できないんですよで、妻に全部やってもらってるんでこれだけは俺がやるよって言って僕やってたんですけどね自慢げに私が唯一作れるご飯っていや作るっていうか入れるだけなんですけどね